数人のこう作家さんでやり始めたんですね。まあ、僕はまあ手伝いというか、最初はそんな感じで、まあ、僕は他の仕事があったので、手伝い半分というかね、そういう感じで始めたものなんですけど、気がつけば、まあ、この仕事にみたいな感じです。まあ、その最初に数人で始めた時がロボットの作品を作っていたので、それでロボットのものを作るようになったんですけど、結局僕が考えて最初にやったものではないので、まあ自分のやりたいものとか、やりたいこととか、やりたい使いたい素材とか、そういうのとちょっと違ったっていうのもあって、まあ一人でやるようになってから、こういろいろ自分なりに考えていったというような感じです。パズルに近いのかな、立体のパズル的な、このパーツのこの形とこの形をこううまく組み合わせてこうするみたいなね、ところはもうパーツを仕入れに行って、パーツを選ぶ段階でなんとなくこう、あ、これはこういう感じにしようかなみたいな、その状態である程度イメージはできてる感じですね。ロボットっていうとやっぱり子供のイメージがあるので、できるだけこう大人のこう遊びでね、使ってもらえるようなものにしたいというので、それもあって、素材とかもちょっといいものを使ったり、凝ったものにして、こうちょっと人に見せたくなるようなものにしたいなと思って作ってます。もともとはね、ストラップとか携帯ストラップみたいなものが主流だったんですよね。もう20年以上前からやってるので、それこそガラケーにつけるストラップ的な、どうしたら女性に使ってもらえるかなっていうのをいつも考えて、で、できれば使っていただいた時に、あ、これ楽しいなって思ってもらえるような、でもその結果として結構使って楽しいって言ってくださる方がリピートをしてくれることが多くなってきて、まあ今一番22年やって一番忙しいっていう感じですかね。手作業なのでどうしても微妙な差は出てくるっていう、そういう意味ではまあ全く同じっていうのはないのかもしれないですね。大変なことどうだろうね、僕ももう毎日やってるからあんまり大変とかそういうのは感じなくはなってきてますけど、自然に湧いてくるみたいな感じはもらってるというか降ってくるというか、そんな感じだから、あんまり絞り出さなきゃいけないっていう感じはないです。入賞を狙って作品を作らなきゃいけないとか、そういうことだとまたちょっと違ってくるのかもしれないですけどね。でも基本的には元がデザイン職なので、まあ、使う人が喜んでもらえるものっていう感じで考えていくと、意外と自然にできてるのかなっていう感じはします。動かしたい難しいけど、なんか命が入ったらいいなっていう、まあそれは無理なんですけど、なんかそれを感じさせるような、まあ実際動かすことも難しいとは思うんだけど、そのなんか生きてるみたいよねこれみたいな感じ
の印象を与えるようなものっていうのが作品としては作りたいな。やっぱりなんかあの気をつけしてこう頭で釣られてるみたいなのがね、そういうのってなんか動いてないし、まあぶら下がってるやつとかもあるんですけど、なんかそういううちは特徴としてはちょっと動きを入れて、なんかまあ命があるみたいな、ね、感じのロボットというか、ロボットだから命はないんですけど、なんかそんな感じ。僕は結構こうどんどん新しくこう変えていきたいっていうのがあるんで、まあこれからもどんどん変わっていくし、まあ、あの伝統工芸と違ってうちの作ってるものってあの守っていかなきゃいけないっていうものはないので、どんどん変えていかないといけないし、ゴールもないのでずっとこう変わっていく。まあフォローしてくださってる方とか、今も使ってくださってる方とか、まあ今後もこうその変化も楽しんでもらえるんじゃないかなっていうのは